佐々木世代、ハンカチ世代、松坂世代に並ぶ、2019年高卒ドラフト世代が黄金世代すぎると話題に。宮城大弥、通算防御率 2.89、 25勝13敗2年連続2桁勝利達成、21年に新人王獲得。奥川康信、紅林光太郎、岡林隆起、通算打率2割8分8厘36打点26盗塁22年度は最多安打賞を含む3つのタイトルを獲得。長岡秀樹、通算打率2割3分3厘9本塁打48打点2盗塁22年はゴールデングラブ賞獲得。佐々木朗希、通算防御率 2.10、 12勝6敗、史上16人目の完全試合達成、日本記録の13者連続三振達成。他にも、西、及川、堀田、玉村、森、石川、井上、ネクストブレイク遺体の選手がたくさんいます。推しの選手をコメントで教えてね。